ルアルドが前に送る形、待っているのは小山津。今日も小山津の酒井のストップ。さあ酒井がボールをよくする、早速渡った、酒井高梨、このゴールシーンお願いします。まあ、このワンタッチがやっぱり全てだと思いますし、はい、まあ、このコントロールで前向けたってところで、これボールを置いて相手とのこうところに体を入れたってところのうまさもあると思いますし、うん、このコントロールで前向いたことによって多分こう中間ポジションとかうまく入れたと思いまして、はい、まあ、コントロールで体を預けながら岩田縦の速さはね、ワンタッチ小池、中にレオセアラ、障子がつきます、後ろからシュート決まりました。まあ、これクロスじゃなくて本当にパスですよね。ここで溜めて、このエウベル選手の上がり待ってましたよね。この低いシュート、サイドを引いた、まあ、逆サイドへのこの対戦は先制点が取れて、まあ、そこからスペースができたので結局 3-0 という戦いになったんだけど、先制点が取れなかったら、おっと、ここから抜けて松尾、松尾行く、松尾行く、打って松浦も受けて走り出した松尾ですよね、はい、ゴールキーパー出てきたところ少し浮かせて逆サイドへ、うん、シャドウの2人で取ったゴールですね、はい、全てセカンドボールね開始されてますから、はい、厳しい状況ですね。その中で最終ライン、ここでシュート、シンプルにパトリックなんですけどもね、少し大分の、まあ、守備のラインが、ね、低かったことで、まあ、パトリックの高さは行きましたし、まあ、ラインが低くなっていることで、まあ、ここもねフリーでね、滝田小西の絡みでした。西野が厳しくいく、ジエゴも前に出る、小野を囲い込みに行きますが、よく残した小野、しかし打ち出します。おっとチアゴ・ウベス、かわしました、見事ですね、1点差になりました。このダイレクトでボールシュート、リアサイド、レアンドロだコースではあったと思うんですけどもね、はい、毎週、ま、FC 東京の選手がセレッソの選手の壁の前に立ってるんですけども、そこで君自身の視野を、ね、あの確保できなかったっていうところも言えるかと思うんですよね。なるほど、逆に一周アイデアがあるので、下にターンしたりね、狭くても受けられる長身があるんですね。打ちに行く、短い、パンチ力のあるシュート、犬飼、いやすごいシュートでしたね、本当に。いやもうちょっと札幌ライン行きたいですね、中盤に大きなスペースありますので、ここですよね、はい、前向いた関根から岩波落とした、シュート打った、見事な連携、まあ、今ねギリギリペナルティーレの真ん中が外かというところでしたけども、それで結局人数はいるんですけれども、ボールに対してアタックできない状態、はい、なので非常にもったいないですよね。いやただ岩波のヘディング、そしてこのシュートも素晴らしかったですね、素晴らしかったですね。でその逆に浦和はアディショナルタイムは2分という予定になっています。そのアディショナルタイムに入っていきます。まもなくアディショナルタイムは2分です。ただここおしぐち、まあ、このコントロールした時はこうやっぱサイドをちょっと意識したと思いますけども、はい、まあ、ここからやっぱ打っても入るって、多分その前に1歩打った時にある程度多分足に乗った感じがあったと思うので、まあ、ここはしっかりアジャストしてきたと思いますし、キーパーからすると少し今度はハイクロスできた、シュートだ、同点、山崎選手が跳ね返すんですけど、待って待って、もう本当インステップ、足首をしっかり伸ばして、縦にね、ボールをこう蹴り上げるようにして、ドライブかけたシュートですよね。はい、これ、ビクトル選手も、まあ、こういうボールを止めようと日頃練習してるわけです。サッカーを愛するすべての皆様へ、Jリーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。
これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。